日本一詳しい芸人名鑑を作ろう。はい、ということで、久しぶりのこの企画でございますけど、はい、今回はこちら、ババン、河合郁人編でございます。まあまあね、うん、まあ、ABCZ の、はい、河合郁人ですけれども、まあ、ジャニーズですよ。ちょっと今回はあえて芸人名鑑で、はい、もうほぼ芸人みたいな動きをされてます、彼は。実質、むちゃむちゃ忙しい芸人と同じスケジュールです。あえて芸人と呼ばせてください。この間も番組来ていただいたんですけど、前日はアインシュタインさんと福岡でロケしてました。アインシュタインさん、我々と丸一日ロケみたいな。もう本当に誰よりも今一番新幹線乗ってるジャニーズじゃないですか。まあ一番自分で言ってましたもんね。言ってました。一番今地方に行ってるじゃないですか。ローカルで名古屋でもレギュラーやってたり、なんか九州でもやってたりとかいろいろやってるんですよ。でもちろん僕らともよく一緒になります。いや本当にね、まああの河合くんとは、うん、まあエビちゃんズーという番組でね、 ABCZ さん、そうなんですよ。本当にあの5、6年くらい前のね、そんな僕らがまだちょっとあの全然テレビ出てなかった頃から定期的に呼んでいただいて、はいはいはい、でちょっと遊ぶようにもなります。そうですね、よくね、あのお互い飲みに行ったりしてる仲なんで、うん、結構知ってるんですよ、河合くんのことに関しては、そんな河合郁人くんのこの五角形ちょっと作っていきたいなと、ちょっと勝手にね、はい、思います。作らさせていただこうかなと思って、まあ、まずは、まあ、河合郁人がなぜ芸人って言われるか、そのゆえんでもあるんですけど、芸があるんですよね、これモノマネ。まあそうだね、これモノマネがね、すごい似てるっていうか、おもろいです、河合くんのモノマネは。うん、理系と言ったらほぼ江原さん。江原正弘さん、江原正弘さんみたいな系統かもね、もしかしたら。なんか結構バラエティーでね、ご一緒させてもらうけど、うん、何回かに一回そのモノマネやりながら入ってこさせられてるもん。あ、そうね、あのオープニングとかでね。ということで、こちらの方ですって言ったら、モノマネしながらフレームインしてくるとか。あと俺ビビったのが、この間「ラヴィット!」でね、木曜日やらせていただいてるんですけど、はい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 、エンディングでね、うん、明日の「ラヴィット!」の予告が流れてね、うんうん、明日の「ラヴィット!」でね、明日はモノマネ芸人軍団が行くどこどこツアーって言ったら、その中に河合くんぶち込まれました。モノマネ芸人軍団の、それこそ原口さんとかみかんさんとか、 そんな感じの中に一人に、うん、かわいく、俺らですらそんなとこぶち込まれたら結構あたふたするのに。そう、これだからね、まあ、ある意味ね、こうハートも強いんですよ、言ったら河合くんは、うん、なんか本当に芸人やったらだいぶプレッシャーやろうな、このタイミング、この順番でこれ振られたらっていうところで、きっちりもう爆笑で返すあれがすごいんですよね。うん、その辺のジャニーズの方がやられるモノマネとはもう一線画するモノマネ、芸人寄りのモノマネ、これもう10でいいんじゃないでしょうか。マックス、マックス、いやこれはもうただでさえクオリティ高いですし、これまあジャニーズの中ではもう一番でしょう、モノマネスキル。そうね、ほんで、あの俺らのニューニューヨークのピスタチオさんの解散式やったっけ、無限大ホールでやった、うんうん、あの時もやっぱいろんな芸人がいろんな芸やるんですけど、やっぱ一番やりづらいんですよ、一般の観客がおらん中で、芸人とかしか見てない中で、なんか出し物的なものをやるって、うん、そんな中、河合くんが結構な順番で回ってきて大丈夫かなと思ったら、誰よりも受けてたもんな、河合くん。受けてました。あれすごいわ、本当にいつジャニーズ辞めても営業で食ってけます、彼は。土佐回りで行けます。 MC もできるし、モノマネもうまいし、すごいよね。すごいです、彼は。これかな、やっぱちょっと意外というか、知らない人もね、あるかもしれない、うん、あの芸人付き合い、あーまだそうだね、付き合いじゃなくて芸人付き合いね。もういろんな人と仲いいからね。でも本当芸人くらい芸人と飲み行ってますから。まず俺と柴田どっちも飲むっていうのがもう異常やもん、ね、そうで、それこそピスタチオさん解散式、我々ニューニューヨークでやった時も、うん、石井さんとね、うん、飲んだことがあって、うん、何度か何度かね、うん、仲いいから駆けつけてくれた。だからみんな河合くんの飲んだことある人ばっかりやったもんな、鬼越とか言ったら。あ、そっか、あの辺もで、何よりやっぱ若手、河合くんと言ったら。びっくりしたのがですね、昔ね、一回河合くんのうちにお邪魔させてもらったことがあって、うん、そしたらいきなりね、なんか若い男2人が挨拶してきて、うん、で、俺はジュニアの誰かかなと思ったら、うん、でジュニアにしてはちょっと
そんなに見た目があんまりだなと思ったら、うん、おはようございます、とりあえずビールと申します、よろしくお願いします。とりあえずビール、あ、自分あの吉本の何年目で、えとか言って、俺も一回も見たことない若手の後輩をもう可愛がってて、そうで、しかもそれを回すからね、河合くん、そう、もうギャグとかも全部河合くんがもう指揮者のように振って若手がボケてみたいな。河合くんでね、見たことない若手に会ってね、初めてびっくりしましたよ、うん、すごいですよ。ほんで、あの河合くんが録画したバラエティをね、そのとりあえずビールの2人に見せてね、河合くんが、いや、芸人の痛い先輩やん、ね、このコメント半分乗りだけどね、兄貴肌っていう感じもあるよね、うん、だからジャニーズのあのフッカ君とかスノーマンのよう一緒に連れてきてたよ飲み会に。ああ。スノーマンとしてデビューする前から俺知ってたもん、フッカ君の。へえ。フッカーとか言うて言うとる。フッカ君もめっちゃノリいいし、何人か会ったことあるジャニーズの後輩と。なるほどね、兄貴肌、兄貴肌やね結構。まあだからこれ芸人付き合い中じゃないですか。ジャニーズではもうナンバーワンかもね、芸人付き合い、うん、下手な芸人より芸人と飲んでますよ。確かにね、これ今んとこ河合くん損してる、大丈夫俺らのこれそれだけはしちゃダメ。これじゃあもう意外な一面いっとこうか。あのシリアス系のコメントうまいね、河合くんって。ちゃんとした番組、あの情報バラエティでもまあ何でもいいやけど、そのちゃんとした政治とか、まあコロナとか分からんけど社会情勢とかの問題に対して もうしっかりとしたこと言えんねんな、うん、ちゃんとした感じで、うん、そっちの一面を持ち合わせるんですよ。確かに。だから前あの一回あのレゴランドで、丸一日名古屋でロケやった時あったじゃないですか、ね、僕らと森田さんとひーちゃんと河合くんでレゴランドでロケしたんですけど、あれちなみに過去最大視聴率です最大最高視聴率なんですけど、あの時もあのレゴランドのロケ午前中挟んで昼中抜けして午後スマ出てでまた戻ってきてみたいな。でさっきまでめちゃめちゃふざけたロケやっとって、俺らがたまたまホテルで休憩しとってテレビつけたら午後スマ河合くんが出とって、めちゃめちゃシリアスな顔してコメントしとって、で次また戻ってきてみたいな。もうこの人とんでもないやんっていう。すごかったね。あれ売れ続けるぞ、あんなことしてたら一生テレビ出ちゃうよこれ。だからまあ8ぐらいいける、実はそういう真面目なことこれできるんですよ、河合くんっていうのは。確かにね。ああ、ここはすごいです、すごいですよね、河合くん。まあじゃあ言っちゃおうかな。大丈夫か、気をつけるよ。まあ言っちゃおうか。大丈夫、大丈夫かな。演技力1です。これはやばいか。これは申し訳ない。ダメでしょ、それは。消されるかも。そんな動画消されるかもね、これ。そんなことないじゃん。いやいやいや、かいくん苦手です、演技。ニューヨークに来てくれた時に、あのカラオケのコーナーがあるんですけど、三択カラオケっていう。で、最初小芝居するんですけど、やっぱ一番足引っ張ってる、かわいくんの演技が。多分演技とかあんま好きじゃないね。もうどっちかっていうと、素のかわいふみとで喋る方が好き。まあ苦手なんだ。誰かになりきって喋るっていうよりは、河合郁人として、まあボケたり、シリアスなちゃんとしたコメントも言いたいんだと思うよ。なるほどね。あそっかそっか。あれかな。トーク尺1。まあそうですね。トーク力はあるんですけど、トーク力あるもちろん、それ皆さんご存知だと思うんですけど、はい、もちろん抜群ですよ。で普段のバラエティとか生放送とかのトークの尺は問題ないんですけど、以前ね、ABCZ のライブにも僕ら見に行かせてもらったことあるんですよ、国際フォーラムね。でめちゃくちゃかっこよくてね、すごいんですよ、アクロバティックに。アクロバットもすごいじゃん、やっぱ ABCZ すごいし、セットもすごい。なんかもうはしごみたいな、よじ登ってもめっちゃ高いところで歌ったり踊ったりしたり、そうそうそう、もちろんバク転もできる、運動神経もいいんですよ。でそしたらちょっとしたなんかトークコーナーみたいなね、はい、ちょっとパートに入って、そうです、ね、そしたらまさかのそっから河合くんが40分ノンストップ本当に40分。僕は時計見ました。なにわ男子のこの間ライブ行った時19分やったんですよ。みんなでバランスよく、みんなでバランスよくで、あと半分着替えてる間半分かつないでとかもやるんです、うん、河合くん着替えとか水飲むとか一切なく一人で40分ずっと喋る他のメンバーずっと何も喋ってますよ。ずっともう爪いじってたんちゃう、五関君とかって尺がね読めないんですよ、乗っちゃうのライブやと。
でその時は河合君曰く俺らとかアルピーさんも見に来とったからなんとかやっぱ認めてもらいたいと思って芸人やんそれは。いやダンスと歌で見せてもらっていい？トーク俺らにアピールするために40分喋ってたから河合君漫談してたのほぼ漫談です、もうずっとずっと喋ってたもんな、一人でね。できません、そんなこと普通の芸人で。いや、すごいです、本当に。トーク力はあるんですけど、尺はマジ1。ライブにおいてね。ライブにおいて、そうだね。テレビとかってライブ、すごいから。あと、もうこの項目には書きれんけど、もう体力もだいぶあるからね、河合くんって。やっぱ、忙しくて飲んでくれるし。そうだね。明日割と早い仕事とかでも結構飲んで、で、しっかり帰ってしっかり仕事行くし。ただ、宅飲みはゼロ。もう、宅飲みになるとすぐ寝るから。自分自身で飲むともうすぐ安心して寝ちゃう。すごい頑張ってくれてるやん、じゃあ。そうよ、常日頃。もうどんな居酒屋でも来るしね。だからフットワークも10よ。ああ確かに。もう渋谷のだから何回も言うときは靴をビニール袋に入れて上がるタイプの居酒屋に来るんやから。あんま行かない方がいいんじゃないの。そう、引っ越す前の島さんちとかでも多分来てくれたと思う。56000の、うん、56000の新高円寺のあの家に来てくれたと思う、呼んだらね。あとすごい寂しがり屋です。俺とか森田さんとかマイクさんが3人でおるみたいな、ストーリーを大体載せるんですよ、うん、そしたらすぐ来ます。いいなぁとかかわいい。そういう寂しがり屋な部分もあるんですよね。あということで、まあこんな感じですかね、ガイドは。こういうグラフかな、うん、はい。ということで久しぶりの芸人名鑑でございましたけども、はい、河合くんありやったらもうちょいまだ誰でもいけるかもな。そうやね。ギャル曽根さんもいけるし、そうなってくる。ギャル曽根さんいけるそんな知ってんのお前ね。いや、分からん。ラビットでしか分からん。中村ひとみさんもいけるかもしれへんし。まあまあまあ。だいぶ広がりました、芸人名鑑が。うん、ということでございまして、はい、いつも河合くんありがとう。河合くんありがとう。助かってます。